どうもこのまるですーですすたろ今日は INI=119 コールパフォーマンスビデオが公開されたのでそちらの話をしていきます <laughs> いやパフォーマンスビデオさめっちゃよくないいやそうなんめっちゃいい <laughs> もう,うちらさ INI がパフォーマンスしたら大体めっちゃいいって言ってるけどでもめっちゃいいからしょうがないよね。 <laughs> で,でさ、前回さ、ダンスプラクティスだったじゃん。うん、なんかあれはあれで私すごい好きなんだけど、定点はすごい全体見れるし好きなんだけど、やっぱいざこうパフォーマンスビデオでさ、近くに来てくれたらさ、なんか迫力がやっぱ出てくるから、そう、なんかさ、すごい、えー、やっぱみんなかっこいいみたいな。<laughs> <laughs> そうなんかさ MV の世界観そのままにダンプラ要素もあるから PV ってなんかどっちのいい要素もさ詰まっててほんといいよねそう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 なんかさあとさやっぱ今まだ音楽番組そこまで出てないじゃんそうだねそうだからなんか上取ったんかもしれんああいう感じにああ確かにねなんかさ我々動画も出したけどさ「ブランチ」出たじゃんうんで「ブランチ」めちゃくちゃ良かったじゃんパフォーマンスいやめっちゃ良かったそうだから多分あの感じが PV には出てるじゃんうん 衣装着てでパフォーマンスも寄って見えてみたいなうん、うん、だからその感じに近いんからやっぱ歌番組にやっぱ植えとるからかなあそうだねなんか植えとるしあでもさ一応あれか次は渋谷ノート的なやつがあるよねあそうそう渋谷ノートの後続番組みたいなベニューみたいな番組うん、うん、<laughs> あそうなんだ <laughs> その名前ちょっとねまだあれ把握しなかったけどでもそうだよねそこでやっと次が見れるからそれはそれですごい楽しみだよねそうやっとね確かに地上波の歌番組 一発目なんかなそうまあねブランチで披露したけどやっぱ歌番組でもうね最初一発目だからうん、うん、まずはねそれを楽しんでまあその後もね発売に近づくにつれてねいろんな歌番組出てほしいよねねあとさ m v だと最初さ一番目はさロケッティアの衣装着てるじゃんうん、うん、だけど PV だともう新衣装だけだねああそうだね思った思っただからなんかあの最初のさ例えば「ベキベキウキ」とかそこら辺もさそのまだ見たこと ないバージョンの映像だとと思うとさそうちょっとテンンション上がるよねそうそうそう本当にもうリヒトのさ指さしからさうん、うん、もう MV だとロケットや衣装だけどちゃんとね今回の PV だと今の衣装でやってくれてるからそうだね指さしよね、うん、<laughs> 言いたいごめん言いたいんだろうなってのは伝わってきた <laughs> <laughs> そうなんかそこもねあ新鮮なのはこれかと思ってうんそうだね確かにそうだからすっきりして見えるっていうかやっぱ世界観が統一される、うん れてるしなんかねいいんよね。<laughs> <laughs> やっぱいいよね。<laughs> てかさあとカメラワークやっぱいいよね。あ思ったそうだね。うーんやっぱさなんかこのアップにしてほしいとこめっちゃアップにしてくるじゃん。うん,うんうん。でもなんかさやっぱりどうしてもさいろんな音楽番組に出てくとそのなんか全部が全部すごいここみたいなのはもう難しいじゃんもちろんさカメラマンがそう韓国式に慣れてる人と全然違うっていう感じだからしょ,しょうがないやつなんだけどうん、うん、そうやっぱねバッチリなんよねわかるバッチリだね。えだだっっけけあれブランチの時だっけその時そ のさ、度頭の小沢万奈の時さ、うん、フェンパンのアップ映らんかった時あったよね。あ,あ、そうなん。そこだけ、そのブランチのブランチのカメラークも結構良かったんだけど、うん、あ、遅れたっていう意味で、ああと一本みたいなね。あ,あ、そうそうそう。そこもうちょっと引いて欲しかったみたいなね、あったよね。そうそうそう。うん、もうちょっとした、フェンパンしたみたいなね。<laughs> そうそうそう。まあそこ切り替えとか人が多くてさ、ね、うん、なかなか難しかったんだろうなと思ったけど、でも P.V. ではそういうところもね、全部くまなく見せてくれるもんね。そうなの。そこでやっとフェンパンつって私は嬉しかっ、うれしかったよ。まあで。 当たり前だよね、うん、公式でさ映ってなかったら大問題だよねじゃあ大問題大問題ちょっと遅れましたみたいなとか許,せ許されんよね <laughs>、うん、そうでもカメラワークで言ったらさやっぱあのさっきさ雑談でも言ってたけど聞こえるのビューティー選抜は同じアングルだったねいやわかるあれはもうさ多分ずっと聞こえるやっぱみんな近づくんじゃないなんかさ「ブランチ」もあの<え>あの感じだったよね確か、えー、そうだねまあそこは寄らざるを得ないてかまあそうだよねってね なるよね <laughs> てかでも見事に本当にビューティー選抜3人だけじゃないあそこ <laughs> うんそうなんそうなんやっぱビューティー選抜だからかな,なんか123位,位,位で決まっとるんかな <laughs> 選抜の順位そうそう誰かに選ばれたんかな <laughs> <laughs> かもしれん、うん、カトレナ選抜的な感じでね <laughs> もうすごいマニアックなやつ言ってくる <laughs> あとさあの照明やっぱり良くないうん確かに見やすいよねそうそうそうなんかさそのブランチも私すごいめっちゃ良かったしすっごい感動したんだけどあの暗さ暗めのところもあったりしてそうなんかそのダンス一つの動きとかもしくは近場の時のなんか表情のとかは表情の雰囲気とかはやっぱりどうしてもさ暗いからそう全部が全部すごいはっきり見えたわけじゃなかったじゃんそうだね一部ちょっとそうだね一番目くらいかな一番冒頭とかちょっと暗い時あったもんねそうそうそうでもまあもちろん公式だからそういう明る 感じがずっとあったからさめっちゃ見やすくてすごい良かったんよねわかるそうだねうんほんと全ての表情もだしそのダンスの動きとかもくまなく見せてくれるっていうか全部見れるもんねわかるねーででもちょっとだけね一つだけ言うならのフェンファンのさ「アルガンマンマーノ」のとこじゃ大好きじゃんでもずーい好きだから <laughs> そうずーい好きだけどあそこもうちょっとやってくれてもいいかなみたいな <laughs> ちょっと待ってっ待ってください私も 返してい,いですかあ待て,待て本当になんかちょっとどころじゃなくてさ全然寄ってくれてないじゃん「ベビーツオーライ」のあたりでしょそう「ベビーツオーライ」なんかさ寄ってないからフェンファンがすごい前に出てくるんよ<笑><笑>多分そういう <laughs> そうういダンスだと思うけどいやでもいや違う違ういや <laughs> いや結構前にアピールしてるよフェンファン <laughs> それそれさえ <laughs> いや <laughs> ちょっとそれわからんそれ <laughs> 知らんがっけ <laughs> ま、あいいよ、それは置いといて。うん。いや、でも、そうだね。あのね、近さは確かに欲しい。なんかさ、ここら辺はさ、うん、フェンファンが寄っとる、その、自分にね、自分に寄ってるとこを見るためのやつじゃん。それ、それを見るパートじゃないみたいな。<laughs> いや、そう,そう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 。いや、ほんと。だからもうね、ここはね、ベビーツオーライトはもうちょっと寄ってほしかったね。いやいや、もうちょっとじゃないもう、アップでいいよ、顔。<laughs> <laughs> それ、MV だから、アップだと。<laughs> まあね。<laughs> なんなら、<laughs> その,その近場バージョンは「あのブランチ」の方があれ好きかもしれないんだったらうん、うん、そうだね「ブランチ」はすごい言ってくれてたもんねそうそうウィン君んもしとったからフェンファンの <laughs> 確かにでもその後のやっぱボーカルラインさきょうちゃん来てひろむ来てたくみくん来てみたいなそこは本当にもうずっと定点で定点っていうかさよりでうん、うん、もう画面切り替わることなく見せてくれるからここはめっちゃ堪能できたねあ確かに見応えめっちゃあるねうんいやいいなんかやっぱ一連の流れでね全部見られるのいいよね、うん、てか さあやっぱさすすごごいいねねフォーメーメションがさすごいよ、ね、だってさその聖典でボーカルラインが来て「あーあ」でさみんなが下がって「このボンボンない」で変わっていくじゃん曲展開というかなんか、うん、そのフォーメーションもすごいしなんかここら辺全部がすごいねそうだね全部あこういう風にみんな登場するんだとかさあこうやって寄ってくるんだとかさ、うん、そういうさなんか入りはけとかも全部わかるからさうん、うん、面白いそうだねボーカルラインからの「こだわんわんない」ワンワンナイのこの感じいいわねいいよ うんあとはさあの1番目のさ「レッツゴー!」のきょうちゃんのパートがあって、うん、その後さサビ入る前にさ「リヒロム」のパートがあるじゃんヒロムとリヒトのそうあそこってさ MV だともう2人のアップしかないんよやっぱさパフォーマンスビデオだともうダンスのところを組まなく見せてくれるからうん、うん、あの向き合うとことかね、うん、そ,うそ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 う向き合うとことかそうあれがね、まあ、映像として残してくれるのがマジうれしい <laughs> 公式で残されましたっていうことだもんね <laughs> そうそうあれさ本当に「ブランチ」で初めて知ったからさあここあるんだみたいなうん,うん、うんうん、だからねそれをパフォーマンスビデオでね見られるの超嬉しい確かに MV だとさどうしてもさヒロムがさ世界を変えるっていうところが印象強かったもんねう <laughs> そうそうそうバッてやってね印象変えるやつねそう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  <laughs> そうそうやっぱ MV ってどうしてもアップとかも多めになるからどうしてもなくなくカットするシーンとかも多いだろうけどそういうところもね見えるからいいよねうんそうだね確かにあとは私ねやっぱこう

結構やっぱ結構マイパート私思っててさすがないよねそういうバトンタッチの仕方がうまいというかあーそっかそっかだからちゃんと余韻っていうか余韻っていうかそのもうギリギリのギリギリの人変わる直前までもうめっちゃ見せてくるみたいなねあそうそうやっぱさラップだからさそうなんか綺麗な感じよりはやっぱ力強いラップだし今回は特に曲がねうん、うん、それでテンションをどんどん上げていくみたいな感じがさなんかやっぱうま、ん、いなーと思ってなるほどなるほどそうだね あっちみたいなそ<う>あとはさタジはやっぱこの黒衣装のスーツっぽいさ、うん、この黒衣装の時さやっぱその上の丈が短いのもあるけどもね足がめちゃくちゃ長いんよ。<laughs> かる <laughs> ってか引きで見てもすごい思ったもんなんか足長みたいな。そう,そうでさ今回画面が切り替わらないからさなんかその足の長さすごい堪能できるん、うん <laughs> わわ <laughs> かるいやすごいよね。<laughs> てかさタジの衣装<ー>それあれにしたんなんか天才じゃないいやもうスタイリストさんに拍手を送りたいね。そう。これ私持論なんだけど割とああいう丈短めの衣装ってやっぱバランスを取るために背がそこまですごい高い人っていうよりは割と普通ぐらいの人のイメージ強かったんよ。普通というか若干グループの中で若干低めの人とか。ああちょっと足長く見せるためにみたいな。そうイ,イメージが強かったんだけどやっぱ長い人があれやるからさ <laughs> すごいことなってんなみたいな。<laughs> <笑><笑>な 長い人あれやるからもうさなんかすごいもうキリンかなみたいな <laughs> いやでも最高だよねだから最高めちゃくちゃスタイリッシュで超かっこいいねなってみたいよねあんな感じに <laughs> 一度は本当よ, <laughs> よ <laughs> まあやっぱりねあとはまさにがさ MV と違うバージョンの最初はさやっぱり1代目1代目 <laughs> 1代目富山弁や1番目のさ <laughs>、うん、<laughs> さっきも言ったけどあの前の衣装じゃないバージョンだったからさ、うん、そうなんか新しい映像だと思って見とったけど けど、まさぎのさ20秒から23秒ぐらいのさ <laughs> すっごい細かいんだけど、<laughs> 指定してきた <laughs> そう。家 <laughs> の前のなんかパンチするとこあるんよ。あそこなんかもうなんかもうなんか行ってしまえばゴリラのように暴れとって。<laughs> たと <laughs> えでもわかる <laughs> いや,いやすっごい力強いん、うん、そうだねいやほんとここめっちゃ力強いよねそうなんかそこがねほんと多分最高じゃないあ,のああいうさ動き一つとってもいやそうだねあとはやっぱりもう冒頭もよけりゃ最後もいいんよまさにはいかるわもうさなんか77のえぐいやつやろそう77のえぐいやつねなんかさ後半えぐすぎてびっくりするよねそうもう首取れるんじゃないかけりでブンってやっとるんよ <laughs> でさそれ前 でもなんか思ったけどやっぱりここでもやっぱやらやってらしてそれが当たり前なんだなみたいなね。そう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 あそうだ何で言ったっけダンプラだっけ？ダンプラかも、うん <laughs>。そうだね。いやでもほんとここはすごいいい。ねでもさこうやって改めて見たらさまあもうダンプラの時も思ってたけど本当にみんながさ目立つパート多くてさそうすごいなんかやっぱすごいさみんなが輝くいい曲だよねいいフォーメーションだしでもそれさやっぱみんなも一人一人もらってるから輝いてるって。 よりはみんながやっぱ努力してるからこそ輝いてるみたいなうん、いやそうだね本当努力とか成長を本当に感じるよねそうなんてかもうさこれ前回のさあのムーブザソウルの JO1 さんの時も言ったんだけどみんなどんどん成長していくからさ、うん、もうやっぱまた成長してるみたいななんか成長しか言わなくだっとるんよ <laughs> どうしたらいいんか、ね <laughs> うん、でも成長しとるからしょうがなくない <laughs> <laughs> それ俺が言ったいよ JO1 時 <laughs> 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 もらったもらったごめん <laughs> いやいやい,い,よい,い,よいや本当いやほんとそういや全く同じなそうわかるなんかそうほんと全員が輝いてるよねほんとにうんそうやっぱ素晴らしいねやっぱでもこれオーディションの醍醐味だよねああそうかもうん,なんかまあもちろん他のグループももちろんデビューしてからあー上手くなったなってあると思うけどオーディションだとやっぱほんと未経験からーみたいなところだからさいやそうだねそう,そうだねそうだね事務所練習生でずっと練習してきてデビューとかじゃないもんねそそそうそうそうだかから本当にあのちっちゃかっっゃたあの子 もう歩けるようになったみたいなさなんかもう小学校行くようになったみたいなそういうさなんか成長を小さい頃から見てきました私たちみたいな気持ちにさせられてだからより感動するんよねいやわかるなんかさちょっと余談だけどさあの「ニチプ2」がちょうどさギャオで4月7日で配信が終了したんよねあうん,うん、うんうん、で本日4月8日開けたけどそうちょっと前にさ終わってだから俺駆け込みで結構見てたんよニチプ2を。<laughs> 知ってまねえ <laughs> そうそうさっき言ったけどそう、うん、だ,かだからそれも相まってほっと成長したなみたいな。と <laughs> どけたい。 <laughs> いやそれステップの雄大や <laughs> やりたくなるよ <laughs>、うんよかるからもそうほんとね雄大もそうだしあーもうみんなねもうみんな成長しとるうんでもさてかさもうその話で言ったらさなんかその映像とかもな見れんくなるし何な,ならさチッケムとかカバー曲とか今後 YouTube 消されるんかもしれないんでしょもう消されるんかなそうなんかどうやらなんかそういう噂があっててかなんならその1日プ 1J1 の時は結構カバーっていうかそのオリジナル曲じゃないやつはもう全部消される されるんよもうだからもうそうそのさあれだよねもう見れんくなるんよねだからいやそうなんよめっちゃ悲しいね嫌じゃない届けたい見れんくなるってことあれは見れるかあれは見れる届けたいはオリジナルだから多分残るけどそうだからもうさ <laughs> なんならアゲハとか消えるんよああれ <laughs> ダメじゃないいやダメなんいやダメなんやだから <laughs> <laughs> だってさあれさ太郎はさオリジナルももちろんめっちゃ好きだけどヒロム投げ派が好きすぎて「ウォブウォうウ,ウゲー」がないことにびっくりするんやろ <laughs> <laughs> 全部言ってくれたねいやそうそうそう,そうオリジナルやあのヒロムの高音がないからちょっと物足りなく感じちゃうっていう。<laughs> <laughs> ねえあんなんねえもうみんな見たらさみんな感動つださがねあれうんいやほんとようん、うん、まあねまあちょっとね脱線したけどなんかさ一つ懸念点というかうん、うん、このさ今さ MV 公約あるじゃん,うん、うん、で MV 公約さもうすごい結構高度なさあの公約をさ言い渡されてるじゃん我々はうん,、うんうんうん、だけどさこのさ何て言うんだろうで回さなきゃいけないのは MV じゃんだけどダンプラとか PV とかさ全部いいからさ全部見たいから本当ジレンマじゃない わかるわ。ジレンマだね。<laughs> <laughs> <laughs> <う>なんかあれか噂だとその MV 見てなんか挟まなきゃいけないからそれのお口直しにお口直しというかもう一個挟むためのやつとしてのやつが追加されたっていう感じなんかなもしまあやるとしたらあー確かにねそっかだから MV だけをずっと回してたらカウントされなくなるからたまにダンプラとか PV とか見る感じになるんかそうそうそうあとはたまにアイドル好きやチャンネル挟んでいただけたら<笑><笑>我々がハッピーだよ ってなるからすがい先生 <laughs> でも物割れしなくても,もうごめんねっていうで以上で今回パフォーマンスビデオ見てたけど、まあ、やはりね素晴らしかったですねいや本当になんか、ね、MV も好きだけどもう PV も好きだなみたいなねなんかまた違った良さがあってよかったもんねうんいや本当にそうだねもうみんな違ってみんないいね。で次は INI はどうやらさっき言ったベニューワン1ワンっていう NHK の渋谷ノートの後続番組に出るんだよね ううん、うんそうだねなんか若干さワンオワンって聞いてプロデュースワン1ワンやんって思ったけど <laughs> いやそうなんよ <laughs> そうなんよ <laughs> <laughs> まあそれでねまた違った感じで違った感じで音楽番組出てくれるからそうなんかどんな衣装かなとかさどんな照明かなとかどんなカメラワークかなとかさうんそういうのが見れるっていうことでだからさ次の INI の活動が楽しみだよね,そうだね <laughs>